8号門クラブとは日本の高校野球の施設ファンクラブ。春の甲子園、夏の甲子園の観戦のために阪神甲子園球場のバックネット裏に通じる8号門入り口に集うことから高校野球ファンの間で8号門クラブと呼ばれるようになった。1990年頃に結成され2010年当時メンバーは数十人ほど。春。 夏の全国大会に合わせて全国各地から甲子園球場の8号門前に集う。全席自由席で工業が行われる全国大会をバックネット裏の最前列で観戦するために開幕日の数日前から大会中を通じて甲子園球場の8号門前での熟する姿が高校野球ファンの間で長らく話題となり、やがて彼らは 8号門クラブと呼ばれるようになった。開門と同時にバックネット裏の最前列と2列目に陣取り、全試合観戦しているメンバーの姿は、服装が目立つこともありピッチャーの後ろ姿を基本映像とする野球中継でも確認できた。その一方で、自由席とはいえ、同じ集団がバックネット裏の特定の席を占有し続ける行為や観戦マナー。 バックネット裏に座ろうとしたものを取り囲むように圧力をかけ反強制的に席を移動させるといった行動への批判もあった。特に2015年の夏頃から批判が相次ぐようになったことを受けて翌2016年の春よりバックネット裏のテレビインターネット中継で映る最前列エリアの座席が近畿広域圏の少年野球チームを対象とした無料招待席。 ドリームシートに転換されたことで、いわゆる8号門クラブのメンバーらはバックネット裏の最前列からは締め出された。ただ、球場に出入り禁止とされたわけではないため、そのドリームシート設置後もメンバーらは三塁側方向のバックスクリーン設置の中継カメラには映らないエリアの最前列で継続して観戦している。なお、バックネット裏の中央特別自由席については、 2018年の夏から夏の大会の0全日前席前売り指定席とされたため、同大会では従来通り自由席である一類、側ベンチ真上の最前列にて観戦している。現在は8号門は上記のドリームシート招待者の入場口となっているため、この8号門クラブと呼ばれるファンたちは別の門の前に陣取っており、8号門の前で徹夜、野宿する者はいない。 なお、八号門クラブと呼ばれる面々以外の徹夜組は入場券発売窓口の前もしくは隣接する国道43号の立橋の真下の部分で列をなして待機している。ありがとうございます。